慶応3年6月24日乙女に宛てた最後の手紙。皆さんこんにちは。今日も作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年9月17日火曜日、今日の奏派の言葉は無限の H、 無限の H をお送りしています。そして今日の BGM は坂本龍馬の手紙を読む。その中から今日は乙女に宛てた最後の手紙をお送りしています。朗読は小林愛子さん、おしんの子役で一躍有名になった方でもありますが、このアルバムにはですね、坂本龍馬が乙女姉さんに宛てた実通の手紙を選んでこの中に収録しています。そして坂本龍馬が書いたその手紙そのままをそっくりコピーしてこの中に収録しています。とても貴重なアルバムでもあります。このアルバムは高知県立坂本龍馬記念館でも売っています。ぜひ手に取ってじっくりと聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆さんにとって素晴らしい一日でありますように。少しは役に立ち申すべきか。